はい、ちょえき太郎です。ちょっとね、いろいろな事件が重なって、どれを、あの、優先順位にするかっていうの。本当はこの長田陸とルフィ強盗のね、実行役のリーダー、これの話が大きかったんですけど、これの出ている時に、松本人さんのことが出てきて、それからドンファンの件のことも出てきたので、優先順位。でもこれ大事なんですよ。えー 長田陸と、この顔、印象がありますよね。なんか、ちゃらけて、なんか、睨みつけて、えー、小前の、ルフィーゴートの実行役、リーダーですね。これが、まあ、泣きながら、もう、死刑にしてください。これが本気なのか、茶番なのか、私は茶番だっていうふうに思っていて、まあ、あの、死刑になることはない。ありえない。要するに、一人しか死んでないって言い方はおかしいですけど、死刑になってもおかしくないんですが、で、これを有機嫌にするには、お涙ちょうだいで、 もう試験してくださいって言って勇気になるのかっていうふうに思ってたんだけど、判決はなりません、当然。で、この中で話していて、特徴的なこと、えー、この内容のことが分かってきたので、ちょっと、えー、かいつマンでお話ししたいと思います。まあ、結論から行くと、この90代の、えー、女性亡くなった小前のあの豪邸なんですが、人違いだったんですね。間違えてるんです。 キムという指示役が間違えてるんです。で、そんなことを知らずに入ってきました。要は、えー、指示をやりながら、あの、お金のあり、あ,あの、ありかがわからないと。じゃあ、あの、いわゆる殴ってでも聞き出してくれっていうことで、ちょっとやっちゃってくださいと言って指示をして、そしたら、思わぬぐらいな強力な、な強烈な殴り方を、まあ、90歳のおばあさんですよ。バールで、 五六回殴ったそうです。で、その時に、ちょっとひどいなと本人は思ったそうなんですが、そうやって言うと、自分のリーダーとしての資質が、まあ、舐められるっていうことで、おやるじゃんと言い方をしたと。でも、これが本当に暴力の恐ろしいことと、ところで、もう、間接間接に行くからそんなことになって、言われたやつは言われた通り、もう加減も知らずにっていうか、 聞き出すことが目的なのに痛めつけても仕方がないわけですよ。もう多分この、えー、殴り方が、もう致命的だったと思うんですが、で、それでも話さない、言わないっていうことで、本人はこうも言ってるんです。自分の拷問の仕方は強烈なので、ね、自分で言っているんですね。ね、これで言わないっていうことは本当にないか、うん、あの、もう、えぇ、ー、 言えない状態になっちゃってるかっていうことで、本当ですかっていうふうにこのキムというあの指示役に聞いた。で、向こうもうんと思ったから、写真を撮って送ってくれって言って、写真をその、被害者の方の写真を撮ったら向こうが半笑いで、あ、間違ってますねって言って、そこで激怒した。いや、それなその時に、それじゃあ自分たちの報酬どうなるんですかっていう話っていうことらしいです。もうね、 その時は被害者のことを考える余裕はなかったって言ってましたけど、こんなことで人の命がなくなるっていうことですね。で、これらももう無期懲役で、えー、見張りにしてる奴は二十何年っていうふうになってますけど、まあ、この話を聞いて、なんか、ねえ、まあ、命で償ってくれというふうになりますよね。で、それから、一年か経つか経たないかして反省してました。 自分を死刑にしてください。は、は、ああ、そうですかとはならないですね。自分の拷問の仕方って言ったってこれ別に、拷問もクソも、だからもう行としてやってるわけですから。まあ、本人の望み通り死刑にはならない。無期懲役。多分控訴するんでしょう。いや、だから、だからここですよ。ここで本人の意味合いがわかりますよ。ね。ここで控訴。 だから死刑にしてくれの控訴はないと思うんですよ、逆に。で、これで確定していくんなら無期を受け入れるんで、でもこれでまだ控訴するってことは勇気にしたいっていうことになりますもんね。さあ、ここで見物ですよ。検事控訴、検事殺害だってもうこれ、まあ、変な話、一人で強盗殺人で、うん、死刑になることはちょっと難しいと思うので、休憩も、 無期なので。休刑が死刑で判決が無期ならあれですけど、検察側の控訴もあると思いますけど、無期休刑の無期判決なので、検察通りなんで、検察官の通りなんで、検察官はこれでよし。じゃあ、この永田陸とどうするかですよ。ねえ。 まあ普通だったらこれで確定して、上訴権放棄するなり、その自然確定で確定、えー、控訴しなければ確定ですわ。それならわかるんですけどね。これで控訴したっていうことは、なんだよ、死刑なんて嘘だよね。勇気に変えたかっただけ。わかりませんよ。こいつはそういうことをやるか、やりかねん。うん。まあ確かに、いろんなことがわかってきて、生まれた生い立ち、そういったものっていうのは同情するとこあります。家庭環境がひどかった。 あのー、要するに自身の親が違法薬物をいつも置いてあるような状態で、そんなところでか、ね、育ってる。だからといって強盗する、みんなそれが強盗殺人するかってそうじゃないので、ね、えー、若いうちからギャンブルにのめり込んで、1万円が25万になった、そういうような成功体験を、それからのめり込むようになって、借金して、ここに至ると。で、もう1件だけじゃない、何件も何件も、ね、 一、うん、回には50万って報酬もらっても割合合わないんですよ。割合合う合わないって言い方はおかしいけど、そういう計算ができない。うん。ね。もうこっから無期懲役。ね。まあ平均の収容期間は45年と言わ,言われてますからね、うん。泣きながらね、死刑にしてくださいって言ったことが本心なのかどうかっていうのはここで控訴するかしないかにね。 まあ、わかります。これで、そんなことも関係ないんで、量刑不当で、控訴って言ったらなんだよ、それって。何まってること,と、全然違うじゃないか。あるいは、裁判を引き伸ばしてどうこうっていうことでするかもしれませんけど、あんだけの大風呂敷叩いちゃってるんで、これで、えー、控訴なんてちゃんちゃらおかしいな。もし、本当に、ね、死刑に。だって、こっから望んだって死刑には絶対にならないんで。うん。罪をな、おう、あの、 一審が判決出てたからって言って、それが不服だからもっと長く死刑にしてくれたと、それはある意味通らないので。ねえ。さあ本人がどういう態度で、どういうふうに望むかっていうのはちょっと私見ものなんです。こいつの本質的なものが。ただ、最初に捕まった時のことから考えると、顔の表情は、あの、今に、現在に近くなるにつれ変わってきてる。これだけ、この変わるっていうのは珍しいなと思いますけど、 どっかやっぱり精神的な脆さ、精神的な幼さ、精神的な、あの、うん。要は、うん、知能が足らない顔だなっていうのはわかります。ね。うん。それが気を知能なのか何なのか病、病気になるのかならないのか、何か診断が出るのかどうかわからないけども、うん。いわゆる本当に私が言っている、うん。なんとか学級にいそうな子。だけども、一通り言える暴力性と、 推しの強さで、そういうのを隠して、ね。あの、自分の、あの、ダメなとこを隠し通してやってきちゃって、その流れがこれ、その流れの果てがこう、ね、ええ。彼の人生は一体何だったのかってね。ここはね、あの、考えていく。これ2週間以内に控訴するかしないかって分かるので、ね。それを楽しみに。本当に控訴したら本物のバカだなっていう風に思うだけなんで、以上です。